ブルネレスキ像、フィリッポ・ブルネレスキは、イタリアの金細工師、彫刻家、そして、ルネサンス最初の建築家である。本名は、フィリッポ・ディセル・ブルネ・レスコ、ないしは、フィリッポ・ディセル・ブルネ・レスコデラーピであるが、もっぱらその短縮系であるフィリッポ・ブルネレスキの名で、呼ばれる。主にフィレンツェで活動を行った。彼は、冗談やはあるふざけで他者をからかうことを楽しんだが、 発想は鋭く、聡明で、基地に富んだ。彫刻家としては、ロレンツォ・ギベルティに遅れを取ったが、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のクーポラ建設によって、絶大なる賞賛を得た。遠近法の発明やオーダーの発見も、彼のものとされる。コロンブスの卵の逸話は、もともとはブルネレスキが、サンタ・マリア・デル・フィオーレ大聖堂のクーポラの設計。 思考方法を明かさなかった逸話に基づいている。ブルネレスキはフィレンツェの交渉人の子として1377年に生まれた。幼少期から読み書きと算術の他にラテン語を学んでいたが家業は継がず、1398年12月18日には木の織物業組合に金細工師として登録されている。1400年頃まで、 ルナルド・ディマッテオ・ルッチ・ダ・ピストーイヤの工房で働いており、ピストーイヤの三世の大聖堂にあるサン・ヤーコッポ祭壇の半身像、預言者エレミアとイザヤなどを作成したとされる。1401年、フィレンツェに戻った彼は輸入戦衣装組合が主催する三序ンに占領堂の第二聖堂扉のための作成協議に参加する。課題は、遺作の反則で、 ブルネレスキの他7人の芸術家が参加したが、最終選考に残ったのは、ブルネレスキとロレンツォ・ギベルティの作品であった。バザーリの記述によれば、ブルネレスキは、ギベルティの作品が最も優れていることを認め、彼を当選させる、要選考委員を説得したが、選考委員は、ブルネレスキの技術も高く評価し、共同で作業に当たるよう要請したとされる。一方、マネティは、 先行委員は、ブルネレスキとギベルティの作品の優劣を決定することができず、両者に共同で作業に当たるよう要請したとしている。いずれにしても、この二人の作品だけが、現在もフィレンツェのバルジェロ美術館に現存しているため、先行委員も、交渉を判断しかネタであろうことは、想像に難くない。結局、ブルネレスキが共同での作成を辞退したため、 扉の制作はギベルティが受け負うことになった。1404年7月2日に、絹織物業組合のマエストロとして登録され、時期は不明であるが、サンタマリーアノベッタ聖堂において、木彫りの闘身大卓形像を作り、彩色を施している。バザーリは、この卓形像が、ドナテロの卓形像に対抗して作られたものとしているが、マネッティは、そのような記述を残していない。 また、これも年代がはっきりしないが、ブルネレスキは、投資図法によって、サンジョ二千霊堂と、シニョリーア広場を描いたとされ、投資図法を最初に用いて、作図を行ったのは、ブルネレスキであるとされている。1401年のサンジョ二千霊堂の、扉作成から、1418年のサンタマリアデルフィオレ大聖堂の、クーポラ設計競技の告示までの間、 ブルネレスキはドナテーロと共に何度かローマに滞在し、そこでローマ建築の構造と空間の構成に一定の秩序を認め、柱の相違、つまりオーダーを発見したと言われる。ただし、彼らがローマに行った時期は明言されておらず、ローマ滞在の裏付けとなる明確な資料は存在しない。なお、ブルネレスキは再退しなかったが、1417年に、 アンドレアディラザーロ・カバルカンティを養子として迎えている。サンタマリー・アノベッラ修道院スペイン礼拝堂のアンドレアデル・ボンニュート作のフレスコが。大聖堂の完成予想図が描かれている1410年代後半、サンタマリー・アデル・フィオーレ大聖堂のドラム工事が完成に近づき、ケオリモノ業組合参加の大聖堂造営局は、クーポラの建設方法について真剣に検討を。 行い始めた。サンタマリー・アノベッラ修道院のスペイン礼拝堂の1365年頃に作成されたフレスコ画に描かれているように大聖堂のクーポーラのデザインはある程度決定していたらしく、問題は建設に関する技術的案件、すなわち地上から足場を構築することなくドームをどのように建設していくかということであった。 設計協議を行う前に、大聖堂造営局は何人かに個別に意見を求めていたようで、そのことに対する報酬記録が残されており、ブルネレスキにも建設に関連する協力の報酬として、1417年5月19日付での報酬支払い記録が残っている。四百十八年八月十九日、大聖堂造営局は、クーポラ建設のための作業機械、足場、 広報などの設計協議を布告する。模型製作の支払い記録によれば十数件の応募があったようだが、これらが大聖堂造営局でどのように討議されたかは定かではない。ブルネレスキは、何にニリ、アントーニオ・ディバンキ、ドナテロと共に模型を作成し、この作業に対する報奨が1419年10月29日に払われているが、 彼らが作成した模型と工事使用書によって提示された仮枠なしの二重構造のドーム案については当初否定的な意見が寄せられたとされている。しかし、この時期にサンタフェリーチタ聖堂のバルバ通り、礼拝堂の建設、内いはサンヤーコポソプラアルノ聖堂のリドルフィ礼拝堂の円外の加工が行われ、そこでブルネレスキがドームの建設を仮枠の構築なしに行ったことが 彼への信頼を深めたとされる。クーポラの建設方法と工事管理者が決定するまでの間、1419年には、ブルネレスキが所属する木の織物業組合が運営する孤児養育施設、ステゴ保育院の建設が開始され、ブルネレスキはその図面の政策を受け負った。この施設は1445年に運用が開始されており、事実上、 ルネサンス最初の建築物とされている。1420年4月16日、ブルネレスキ、ロレンツォ・ギベルティ、バッティスタ・ダントーニオの3名が同じ補給でサンタ・マリアデルフィオーレ大聖堂天外工事の主任管理者に指名され、同月24日にはブルネレスキとギベルティに対して模型作成のための賃金が支払われている。建築方法については、 ブルネレスキアンとほぼ同じ内容の決議文書が同年7月13日に採択された。8月7日にはクーポラの建設が開始されるが、ブルネレスキにはギベルティに対する確執があったとされ、ブルネレスキがビオを使って工事に出資せず、建築工事の知識のないギベルティを困惑させたり、病気のために余命行くばくもないないふりをして、 ギベルティに水平補強材と足場の建設のどちらか一方を選ばせ、ギベルティが担当した水平補強材の工事が失敗するなどの逸話が残っている。大聖堂の工事の傍ら、1421年8月10日、フィレンツェで最も由緒のある、会堂、サン・ロレンツォ聖堂の改築工事が開始され、その前後、ブルネレスキは、制御室の設計を、 ジョバンニ・ディビッチでメディチから委託されている。この工事計画は、旧制度を取り壊し、規模を一回り大きくした、教会道を新築する大規模なもので、制御室の出来栄えを見た、ジョバンニ・ディビッチは、制度本体の設計をブルネレスキに委託することを決意したとされる。しかし、ジョバンニ・ディビッチは1429年に死去し、以降の制度本体の計画の推移について、 詳しいことはほとんどわからない。1434年にフィレンツェ市議会がサンロレンツォ制度の周囲の整備計画の審議を行い、その整備担当に大制度のカッポマエストロを当てるとしていることから、この時期にブルネデスキが制度から広場までの整備に関与した可能性もある。いずれにしても経済不振と政変のため聖堂工事の進捗状況は極めて悪く、 現在の聖堂の振動に残っていた、旧聖堂が取り壊されたのは、ブルネデスキの死後20年近く経過してからであった。ピーサのチッタデッラのおば1423年8月27日、大聖堂造営局はブルネデスキに、サンタマリアデルフィオーレ大聖堂の総監督の、肩書きを与え、年俸100フィオリーノディスジェドの支給を決定するが、翌年の1424年に始まる。 ミラーノ広告との戦争により、大聖堂に関わる技術者は、城壁や砦の建設、補強工事を行っており、ブルネレスキも1423年以降は、ほぼ毎年、フィレンツェ支配下の都市に派遣され、城塞の工事に携わった。記録に残るだけでも、1424年から1440年まで、城塞建設のために何度か、ピーサに赴いており、 チッタデッラベッキやパルラシオモン、チッタデッラのオバなどの建設に従事している。また、時代は下るが、1436年8月14日にビリコピサーノの要塞構築のための模型を作成し、1440年に同地を訪れるため、フィレンツェを離れており、晩年にかけてリーミニ、ミラーノなどを訪問したとされる。1426年2月4日からは、 ブルネデスキの年俸100フィオリーノに対し、ギベルティは年俸3フィオリーノのパートタイム制に変わり、クーポーラの建設はブルネデスキが一手に担うようになる。ものの、ミラーノ広告との戦争は、フィレンツェ経済に深刻な打撃を与えており、1429年11月にタイルッカ戦争が始まると、大聖堂の工事も中止を余儀なくされることになった。それでも、 他の公共工事と比べると、大聖堂の造営は順調に行われたと考えられ、1432年2月4日には、ブルネレスキが作成した模型の取り壊しが行われた。これは、工事の目処が立ったことを意味しており、1434年6月12日には、頂上の円管が閉じられ、1436年3月9日、ついに教皇をエウネニュース4世により、 サンタマリアデルフィオーレ大聖堂の剣道式が執り行われた。頂上部のランターンについては、1434年10月30日に大聖堂造営局がブルネレスキに対して模型制作を依頼している。ただし、ブルネレスキを含めた5人の交渉が作成した模型が審査されており、1436年12月13日に改めてブルネレスキ案が選ばれた。 ランタンの建設自体は1446年に始められ、ブルネデスキはそれまでに大理石の加工、工事に必要な機械や道具の準備を行い、工事の進め方についての遺言まで残していたとされる。1430年代にブルネデスキが関わったと考えられるのが、ブルネデスキ後期の作品である、アウグスティの会のサントスピリト聖堂である。 古い聖堂を建て替える決定は1428年に発議され、工事の着工が1441年なので、1430年代にブルネレスキが模型を作成したと考えられるが、マネッティによる電気は、サントスピーリと聖堂の逸話の途中で唐突に終わっており、バザーリも簡素にしか触れていない。この聖堂も、経済不振と他の聖堂の修繕等による資金不足で、 サン・ロレンツォ聖堂と同じく工事が中断しており、最初の円柱が現場に届いたのは1446年4月5日であった。サント・スピーリト聖堂に比較すると、カマルゾリ会のサンタ・マリー・アデッリィ・アンジェイリ修道院の奨励拝道は、ブルネレスキが関わった時期が明確で、計画は1434年に輸入戦衣装組合がブルネレスキに委託したものである。 1435年に寄港するが、1437年にルッカとの戦争が再発したため工事が集団されており、結局当初の計画の通り完成することはなかった。1440年を過ぎた頃から、ブルネレスキの活動は限定的になる。この頃にパラッツォ・ディパルテ・グエルファの大広間の計画に携わったようではあるが、1443年には、 受注したサンタマリーアノベイッタ聖堂の説教団の制作を養子のブチャードに預けており、前年の1442年9月28日のカタストでは老齢のために働けなくなったと申し出ている。そして1446年4月15日の深夜に他界する。大聖堂造営局はブルネレスキの葬儀をサンタマリーアデルフィオーレ大聖堂で行うことを決定し、 1447年に同聖堂に葬られた。マネッティの説明による遺体の見方マネッティやイルフィラレーテによれば、ブルネレスキは投資図法を採用した最初の人物であるとされる。はじめに描かれたのは、サンタマリアデルフィオーレ大聖堂の中央入り口から、見たサンジョ番に先霊堂の眺めで、メディチ家の財産目録に、それらしき遺体が登録されている。 この遺体は空に当たる部分に銀箔が貼られ、また、中央部に穴が開いており、遺体と鏡を対面に置いて、遺体中央の穴から覗くと、銀箔に実際の空が映り込み、鏡に映った遺体がまるで本物の風景のように見えたと説明されている。つまり、これは直接法による一点透視図で左右を反転して描かれたものである。 次に描かれたシニョリーヤ広場のいた絵については、別級宮,宮殿の西面と北面が表現されたとされているので、必然的に二点透視図法によるものと考えられるのだが、二点透視図の幾何学的作図法は、数学者グイドバルト、デルモンテが1600年に表した透視図法理書において初めて示されたので、その作図方法についてはよくわからない。 ブルネレスキがこれらの絵を作成した時期については明確ではない。バザーリはブルネレスキがマザッチョに投資図法を伝授したとしており、これはマザッチョが1427年頃に描いた生産一体の構成とブルネレスキの設計によるサンタフェリーチタ聖堂のバールバドーリ礼拝堂の構成がよく似ていることからも推察される。また、 1417年に彫られたドナテロの、セーギオルギウスの台座、セーギオルギウスとドラゴンは、ルネサンスの投資図法の最初の表現とされるが、当時のドナテロとブルネレスキの関係性から、この彫刻についても、ブルネレスキによる何らかの示唆があった可能性がある。このほか、パーオロッチェロが、シニョリーア広場の遺体を真似たとされており、彼の手によって描かれたサンタマリアのベッラ聖堂の、 ノアの洪水は2点投資図法で描かれている。こうしたことから、ブルネレスキはルネサンス芸術家としてかなり早い段階、もしくはマネッティが述べている通り、最初に幾何学的投資図法を得得した可能性があるが、このために彼の建築空間は投資図法の幾何学性を通じて形成されたと説明されることがある。ただし、投資図法を含めた、 建築の素描に関して、ブルネレスキの時代にまで遡れる資料は存在しておらず、仮に、ブルネレスキが、投資図法によって空間を構成する作業を行っていたとしても、それを客観的に裏付ける資料はない。ステゴ保育院最初の古代風建築物とされるステゴ保育院は、ブルネレスキが所属する木の織物業組合が運営する古事収容施設として建設されたものである。 同組合は1294年からサンガルロ病院で1316年からサンタマリアディッラスカーラ病院において捨て子の養育を管理していたがこれらの施設は病人を収容する施設であるためサトコやウバの紹介といった子供の保護養育を十分にケアできたわけではなかった。レオナルド・ブルーニの提案による捨て子保育院の建設用地は1419年にリナルドデリ アルビッチの庭園であった場所を購入することで確保され、建設資金はフランチェスコ・ディ・レンチョ・ダ・サンジ・ミニャーノとプラートの商人フランチェスコ・ディ・マルコ・ダ・ティーニの遺贈金が充てられた。1419年8月6日から始められた建設工事は、絹織物組合から選抜された3人のオペラー・イオと収入役、調達役によって進められている。 ステゴ保育院のファサードであるアーケードは、中央の9スパンと両端の1スパン分がブルネレスキによって設計されたもので、その外側の部分は後の増築である。アーケードによるファサードは、フィレンツェのサンジョバン2000レード、サンティアポストーリ制度、サンミニアートあるモンテ制ドといったトスカーナ地方のロマネスク建築を想起させるが、これらのアーケードが面的であるのに対し、 ステゴ保育院の計画は、柱間約5.37メートル、中東までの柱高さが約5.35メートル、すなわち、比例1、1、1の立方体を連続させ、その上部に、中東から上部までの高さが柱間の1、2に設定されたアーチとペンデンティブボール等をいただく、空間的な奥行きを持っており、コリント式中東の衣装も、柱間を基準とするモデュールによって、 再構成されている。トスカーナさん、ピエトラデッラセレーナによる、コーニス、アーキトレーブ、柱、リブ等の選択要素が、装飾のほとんどない白漆喰の立面を縁取っており、抽象性を感じさせるデザインになっている。サンティシマアンヌンツヤータ広場の前景バザーリは、ブルネレスキが模型を作成したと伝えているが、マネッティは、模型が作成されず、設計図のみに頼ったため、 ファサードに、異装上の誤りが生じたとしている。特に著しいものが、水平材であるアーキトレーブを端部で直角に折り曲げ、不柱に沿って中脚まで下ろしている部分で、バザーリによれば、これはゼン管理人の一人で、現場管理を委託された、フランチェスコ・ディ・ピエロッツォ・オデッラ・アルーナによるものとしている。これをブルネレスキに指摘されたフランチェスコは、 当時、古代ローマの建築物と信じられていた、三バン二洗霊堂から採用した措置だと答えるが、ブルネレスキはこれを、洗霊堂の唯一の誤りである部分と述べたと伝えられる。このエピソードが正しいなら、ブルネレスキは古代建築物を盲目的に模倣するのではなく、アーキトレーブ、イコールを火材、すなわち支えられるものと支えるものという意象的な関係性を、 はっきりと認識していたことが伺える。この建築物が後に与えた影響は大きく、ステゴ保育院が面するサンティシマ・アンヌンツヤアータ広場の対面には、1516年にアントーニオ・ダ・サンガ・ロイル・ベッキオとバッジオ・ダ・ニョロの設計によって、ブルネレスキの計画をそっくり真似たロッジアが建設され、1525年に完成した。彼らが計画したロッジアには、 店舗として使用するといった実用性があるわけではなく、その意図はほぼ100年前に建てられた建築の計画をそのまま写し取ることで、広場の景観を整えるということ以外には考えられない。これは当時としては珍しい計画で、ヤーコポ・サンソビーノによるベネツィアのサンマルコ広場の設計との関係性が指摘される。ブルネレスキは優れた技術者でもあり、それは当時、 仮枠なしでは建設不可能とされたサンタマリアデルフィオーレ大聖堂のクーポラを仮枠を構築することなく建設する方法を考案したことでも証明される。彼は仮枠を用いずに建築する方法の一つとしてクーポラの使用書において単にレンガを水平に積むのではなく上部のレンガ層に目地を噛み合わせるため一定の位置でレンガを縦に積むことで やはず模様に組み上げるように指示している。この手法であれば、ある程度の勾配のついた面でも、仮枠なしでレンガを積んでいくことができたと推察され、これは16世紀まで、トスカーナ地方におけるドーム構築の際の一般的な広報となった。この他に、釣りくさびや改良を施した足場などを考案したほか、職人に対して土や木材、牢、時には株を用いて仕口 継手などの模型を作成し、作業を指示した。また、マネッティによれば、様々な機構に用いられる歯車を研究し、時計や目覚まし時計をいくつか作成しており、これは大聖堂のクーポラ建設時に製造された、クレーンや巻き上げ機などを考案する際の助けとなったと、される。ブルネレスキが考案したウィンチは、それまで6体の牛で牽引していた重い部材も、 わずか一頭で引き上げることが可能になったとされ、その機構は、シエーナのタッコラ、ジュリアーノ・ダ・サンガロ、レオナルド・ダ・ヴィンチラによって描写されているので、今日でもかなり正確に復元することができる。ブルネレスキの巻き上げ機は、二頭の馬による水平回転を交差軸によって巻き上げを行う軸に変換するもので、歯車を取り替えることで、速度や回転を逆向きに変えることができるよう。 工夫されたものであった。このような機械工学は、舞台装置としても生かされ、サンフェリーチェインピアッツァ聖堂の、受体告知の祝祭劇のための仕掛けを考案したと、される。また、彼は、クーポラの建設に使用する、大理石運搬のため、アルノ川を渡る、資材運搬船を、発明しており、これは1421年6月19日に、 共和国政府から3年間の特許証が与えられ、資材運搬船によるすべての利益をブルネレスキが確保することが保証された。この政令は、ブルネレスキの才能取り量が他人の成果になることを防ぐための措置、すなわち特許とされていて、ブルネレスキは自分の発明を盗用されることに対しては、極度に警戒していたようである。ブルネレスキはいくつかの邸宅建築に関与したとされ、 例えば一族であるアポロニオ・ラーピノ邸宅やブルネレスキ家が所有していたビル・タペ・トライアなどが挙げられる。また、ルーカ・ピッティが作らせたパラッツォ・ピッティは後に太鼓となったメディチ家の居宅として使用される巨大邸館でバザーリはその設計をブルネレスキが言ったと述べているのだが、その茶工はブルネレスキの死後15世紀中期頃とされており、ブルネレスキの関与については 疑問の余地がある。これらの邸宅建築は、中庭の整ったグリッドプランやその衣装が、ブルネレスキの関与を伺わせるに過ぎず、彼が設計を行ったとする決定的な証拠がある、ものは皆無と言ってよい。このため、ブルネレスキが住宅という建築について、どのようなイメージを抱いていたかは判然としない。サンタマリアデルフィオーレ大聖堂のクーポラ。ありがとうございます。